ベルリンデモグラフィーフォーラムは国内及び国際レベルの両方で人口変動の重要性の認識を高めるための新たな根源を提供するグローバルな非党派プラットフォームである。フォーラムには高位の政治家や科学者、ビジネスリーダー及び国際機関や市民社会の代表者が集まり潜在的な解決策を議論し接続可能な開発に貢献している。 各年の競技のテーマ、2012年、家族子供を社会、2013年、世代学び繁栄、2014年、信頼保障団結2015年、活動健康関与5年目の2016年は2月24から25日に、労働展望繁栄のトピックで開催される。PDF は、Jerman Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, ウィメンユースとアレオンズ SE 社の連携であり、ジャーマンフェデラルミニストリーズオブザインテリアヘルスも、またこのフォーラムに貢献している。ホスト及びパートナーは、ヨーロピアンスクールオブマネージメントテクノロジーで、ボーダホンファンデーションジャーマニーもヤングエキスパート、パネルズのスポンサーとして支援している。ボルフガングイシンガと JRG ロックルもイベントの支持者である。d f は、 諮問機関のサポートを受けており、2014年3月、ウルスラレアの公認として、フランツ・ムント・フェアリングが会長になった。毎年300人の意思決定者が参加しており、行為参加者の一部は次の通りである。ディビル・イ・シンガ2012、P46、アーティクル・アレオンズ・ニュース、リトリーブ・ド・メイ19、2014、アーティクル・オブ・ザ・ジャーマン・フェデラル・ミニストリー・フォー・ファミリー、 Affairs, Senior Citizens, Women and Youth April 10-2014 About, BDF2014 Retrieved at May 19-2014 News Border Home Foundation Retrieved May 19-2014ありがとうございます。